ケンイ・タカユキは日本のドキュメンタリープロデューサー。関西テレビ放送所属。和歌山県出身。1985年に関西テレビ放送に入社。当初は経理局や編成局に所属し、報道局に入ったのはその後である。FNN のクアラルンプール特派員で海外赴任を経験し、帰国後に報道局デスクなどを歴任した。 2013年11月に放映されたみんなの学校は文化庁芸術最小のテレビドキュメンタリー部門大賞やニューヨークフェスティバルドキュメンタリー部門の入賞を獲得2015年には劇場でも公開された ABCDE スタッフ映画みんなの学校公式ウェブサイト当社制作番組みんなの学校が文化庁芸術最小のテレビドキュメンタリー部門で 大賞を受賞。関西テレビ放送プレスリリースドキュメンタリー。みんなの学校が、ニューヨークフェスティバルドキュメンタリー部門入賞。関西テレビ放送プレスリリース映画。みんなの学校公式ウェブサイト。あの日の父に届いたら、落語三代目の熱情。関西テレビ放送。ありがとうございます。